姫路市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。はい、今回ですね、私姫路市に来させていただきました。 NHK 党公認で、姫路市議会議員選挙に挑戦中の、谷口直哉さんにお話を聞かせていただきたいと思います。はい、谷口さん、どうも今回はありがとうございます。はい、はい、今ですね、姫路駅前でですね、撮影の方をしております。ただいま令和5年の4月17日火曜日、時間がですね23時25分ぐらいだと思います。統一地方選挙後半戦で、姫路市議会議員選挙としてはですね、選挙戦2日目ということになります。はい、はい、どうもよろしくお願いいたします、はい、ということで、谷口さんは姫路生まれ育ち、はいということで良かったですかね。はい、こちらのね、姫路に関することをと言いますか、姫路の、姫路歴を教えていただければと思うんですけど、はい、姫路の公立の近所の小学校入って、なるほど、そのまま近所の中学校に入って、当時は神崎郡やったんですけれども、はい、うんうんうん、今姫路になった高校に入って、で今は、その後は、一応大学は、今はもう名前を書いたら入れるから言わん方がええよって言われとる大学、はい、姫路にある大学に入って、で、ロスジェネ世代なんで、就職なんでさまよって、で、一応就職ガス屋さん入ったんですけれども、病気して、その流れで、会社、離れることになって、冬は灯油を売りながら、夏は、米作って、暮らしてる兼業農家、農業、そういう感じになります。ああ、なるほど。灯油売るのはもう事業者としてって感じですかね。はい、経営者として、いや、個人事業主的なものになるんかもわからないんですけど、そういう会社があって、会社からもうその売ってこいって言われるって、売った分だけ給料要件もらったり少なかったりみたいな。はい、でもね、農業もされているということですね。やっぱり私ツイッターのね、谷口さんの投稿とか、プロフィール見るとちょっと謎が多いなということで、ちょっとね、ぜひお話を聞かせてもらいたいということで、はい、今回私の方から無理言って話を聞かせてもらうことにしましたということで、恐縮です。なんかね、ツイッターにはトレーニングジムのね、写真とかもあって、はい、トレーニングもされてるんですかね。そうですね、ちょっと今、サボり気味なのと、冬場はその灯油売りの時間がちょっと長くてできないんですけれども、それ以外の時はその普通にトレーニングさせてもらってて、で、一応トレーニングも開放してるんで、鍵もかけてないんで、誰でも好きに来て使ってやっていう感じでやってます、ああ、なるほど。なんか道場とかそういう感じですかね。もともとは工場をやったんですけれども、その工場がもう、うちのおばあちゃんとかが、やってたけどもう死んじゃって、もうただの倉庫みたいな状況で使ってるんですけれども、で、自分少林寺拳法をやってたんですけれども、オウム事件の絡みとかで、道場とかそういう特別な施設がないとあかんようにっていうような状況になって、道場持て言うて、なんかその僕じゃないけどその師匠連中はみんな言われて困って、で道場風にちょっと改装して、その書類上道場みたいな形にして、実際横にある小学校で練習してたんですけれども、なるほど。でそれが残ってるんで、道場風に見せかけてます。でもね、少林寺拳法は、結構経験は長いと言いますか、そんな感じですかね。そうですね、少林寺拳法に関しては、一応中学校の時に始めて、でそのまま高校の時もは柔道部で並行で、少林寺やってたんですけれども、大学に入って少林寺拳法部入ったら、
こう肩とかそんなんしかしなくて、はいはい、ですぐなんか肩に外れたことしたら少林寺じゃない、うんうん、少林寺じゃないとか、はい、筋トレしたら力に頼るなみたいなこと言われて、はいはいはい、あ結構うるさいですね、はいはい、だから、はい、結構その強くなりたいから少林寺やったっていう人にとってはあるあるなんで、うんうん、YouTube 動画で少林寺をぶっ壊すっていう風な動画ずっと作ってるんで、あの自分の紹介の YouTube も少林寺をぶっ壊すでやってます。ああなるほど、まあ、ということは、まあ、YouTube チャンネルはまあお持ちと思ってますかね、はい、ということで、まあ、YouTube の、ね、発信もまあ、ぜひまあ、結構 されてるじゃないかなとは思うんですけど ね、まあ、とね、とりあえずこの冬の間は止まってて、はい、最近またちょっとだけ再開してる状態です。はい、はい、あなるほど、はい、ということで、まあ、今回ねあの姫路市議会議員選挙なんですけれど、はい、定数と候補者数ってどうなってました？定数が、はい、47から45に減っちゃって、はいはいはい、今45で、はい、候補者が自分を含めて63人です、うん、はい、ということで、まあ、18人がまあ落選するという、まあ、なかなかの、ね、激戦区ですね。、はい、まあ、前回ねあの定数47で、まあ、我々といいますか NHK から国民を守る党はですね、まあ、時点だったんですよね。あの島谷雅美さんという方が、まあ、ちょっとね大変惜しいところでございました。まあ、結局ねあのその時の島谷さんは東大阪の方にまあ回ってですね、まあ、なんとか再開当選だったんですけれど、ちょっとね居住実態でまあやられてしまって、はい、あの失職になったというですね、まあ、あのまあ苦い思い出があったりしますけれど、まあ、でもねあの姫路市の場合はねあの定数もなんだかんだでねやっぱ多いので、まあ、チャンスもあると思いますので、はい、まあ、あのねあのまあ、何もしないのはもったいないですし、ということで、まあ、今回ねあの、まあ、ツイッターの、ね、投稿も結構面白いので、はい、あのぜひねお話を聞かせてもらいたいということで、まあ、話の方をね、はい、あのまあ、聞かせてもらったということでございますけれど、ちょっとねあのポスターとか、ね、あの まだ貼られてる途中ということですか？そうですね、はいはい、なるほど。今日今、はいはい、ポスター貼ってたら、はいはい、パッとショートメッセージ見たら、うん、はい、浜田聡ですっていう風に入ってて、はいはいはい、いたずらかなと思いながら電話したら、はいはい、こういう感じになっちゃいました。はいはいはい、まああのねあのお話聞かせていただいてどうもありがとう。で、いやあの4年前もね我々、まあ、選挙ねしたんで、まあ、ちょっと少しまあ思い出すぐらいなんですけれど、まあそのね当時の島谷さんはもう業者に頼んでもう初日にもう全部貼ってしまったっていうのが、まあ、あったんですけれど、まあ、今回はまあ、自力みたいな感じですか？そうですね、はいはいはい、そんなお金持ってないんで、はいはいはい、なるほど。まあ、結構ねあの姫路市ね700箇所ぐらいあったような気がするんですけど、800か、はい、めちゃくちゃあるんです。はいはいはい、あの平成の大合併があった時に、はいはいはい、あの夢前町があったんで、はい、うん、もう、うん、山の奥の方の、はいはい、崖崩れがあったら人がもう行けなくなってしまうようなところとかも出てそのあるんで、あのめちゃくちゃ大変です。あ、そうですね。え、ちょっと待ってください。え、何人で張ってるんですか今？はい、今現状で、はい、あのアルバイトかで来てくださった方が2人なんですけれども、はい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 、あ、3人か、はい、3人なんですけれども、はいはい、1人の方がちょっと子供がコロナになって自分も検査したらコロナになってもたんでできませんいうことで実質アルバイトしていただいたのが2人で、で自分のおかんにちょっとお金小遣い稼ぎさせるために、まあ僕助手席に乗ってやるんですけれども、おかんに運転させて貼ったっていうのと、あとそれと今日か、はい、今日あの自分のあの近所の村にある運送会社があるんですけれども、そこのなんか従業員の方が、はい、電話かけてきていただいて、はいはい、あの若社長かな現社長かな、うん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 、その
自分の先輩や、はい、よう知っとんでいう感じで話があって、はいはい、でバイトのね話がねっていう風に説明したら、はいはい、いやいやバイトなんかじゃなく晴らしてくださいっていう感じで言っていただいた方がいたんで、非常にありがたいなという風に思ってるんで、だから何人でっていう風に言われるとアルバイト2人とその方に1人みたいな、まあでもまだ張り終えていない状態いま、まだまだですね、はい、何箇所ぐらいですか何箇所やったかな、はい、100箇所ぐらいやったと思うんですね、でその4区やったら、はい、まあ大体の数でいいですよ残りの、いや何部やろ、はっきり分からんですけど、はい、まだ半分もいってないですね。あ、そうですか。3分の1もいってないかも。なるほど。いや、ね、いや、可能であればね、呼びかければ、はい、はい、手伝ってくれる人って、まあ、絶対いると思うんですけど、お願いします。立花さんも。ね、ポスター掲示板に、はい、ね、番号をね、載せてましたよね。はい、ご自身の番号。あ、携帯番号。はい、あ、ポスターというか、書いてます、書いてます。はい、はい、入ってたんで。まあね、もしよければ差し支えなければ、ね、このチャンネルの概要欄にも番号はい全然大丈夫しましたので、はいはい、ということでぜひお手伝いいただける方は、はい、谷口さんの番号の方に、はい、お申し出いただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、まあね、なんだかんだで NHK から国民を守る党から NHK 党、そして、まあ、今ね国政政党としては政治家女子48党ではありますけれど、まあ、全国でね、まあ、根強い立花さんの、ね、ファンが、まあ、おりますので、はい、まあ、ぜひね姫路やっぱりねチャンスはあると思いますので、はい、ぜひ、まあ、今回もね立候補していただいたということもありますので、はい、せっかく立候補いただいたからには、なんとかね私もできることはやっておきたいと思いましたので、はい、今回ね動画ねインタビューさせていただきましたということで、ということで、まあ、何か最後に話しておきたいこととかありますかね。はい、少林寺をぶっ壊してやってるんですけどはいはいはい、はい、お前言うてこっち少林寺好きやなっていうふうに言われるんですけど、少林寺が好きっていうよりも格闘技が好きなんで、少林寺っていうのは考え方を押し付けてくるんで、はい、あ、なるほどね、それやめてほしい、はい、くれたら全然、はい、うん、好きな格闘技の一つにカテゴリーできるんで、少林寺弱い弱いっていつも煽ってるんですって、それ気分悪うしてる人は絶対余計いるんですけれども、まあでも結構ね私も少林寺ね知り合いに何人かいますけど、その話はまあ初めてではないですね、はい、ということで、はい、まあでもね、まあ、我々のね党としては結構自由をね尊重するところもあるので、はいはい、まあ、そういうね自由を縛るようなねところは確かにね問題かなとは思いますけどね、はい、あ、そうだ、ちょっとね大事なことを聞いてなかったんですけれど、はい、まあ、橘さんとか、はい、まあ、我々の党を知ったきっかけでとか教えてもらったらと思うんですけど、党を知ったっていう風なのは、はいはいはい、もう正直よくわからないんですね、はい、昔になんか橘高志っていう、はいはい、なんか NHK に喧嘩打っとる、はい、おもろいおっちゃおるなっていうのを YouTube で見かけてて、なんか党を起こしたとかってわけわからんことしとるな、すげえやって思いつつ、はいはいはい、近所のポスター掲示板見たら、はい、なんか、うん、ふざけとんかっていうようなはい、はい、ポスターが貼ってあったりとかしてて、はいはいはい、思っとったらその前の、前の前の参議院でしたっけ、はい、その浜田さんの、はいはいはい、その時に路上、不倫路上、不倫路上の、はい、なるほどね、あれですね、いうのを見て、はいはいはい、政見放送ですね、はいはい、バズって言ってはい、はい、すごいことになっとんなっていう風になっていって見出したっていう感じで、まあそれ以前から知ってたのは知ってたんですけれども、なんかその売れていく過程っていうのを、うんうんうん、はい、すごいなって思って見てて、はい、そこから
で途中ね、うんうん、ちょっとあの某中学生を妊娠させた、はいはい、あの人ああの、はいはい、の動画が同じような動画しとったんで、はい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 、よう見とったんですけども、うん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 、なんか変な方向に行ってしまったんで、はい、ミンクになってたら、はいはいはい、まあちょっとね私も名前出したいんですけどその人の名前出すとですねあのちょっとチャンネルに影響が出る可能性もあるんでちょっとここはねあのすいません、はい、伏せさせていただきますけれど、はい、はい、でまあ、うんうん、そうあの人もなんやかんや言いながら、うんうんうん、初めは結構立花、はい、さん尊敬してて、はい、詳しく説明してたんで、はいはい、それで立花さんをどんどん詳しくなっていってでまあ外野として見てたんですけれども、うんうんうんはい、今回の統一地方選挙で応募するっていうので、はいはいうん、それを見かけた時に、はい、まあそのこれチャンスじゃないのって、はいはいはい、なるほど NHK 党からやったら、はいうんうんうん可能性がゼロじゃないし、うん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 、資金的な援助とか、うん、そのネット株式会社、はいはい、ネット選挙株式会社ですね、はいはい、で、うん、そのごめんなさい気になさらずネット選挙株式会社で、はいうん、一通りのことを揃えてくれるらしいし安いし、はい、こんなん、はいベッドせなそんな賭けやろって思ってやっぱねそういうのすごい大事だと、ね、私は思うので、はい、で、うん、周囲からお前、はい、アホやろって言われつつ出ましたあいやいやどうもねありがとうございますまあねあの姫路市あのやっぱ定数がね多いところを候補者出さないとすごいもったいないというのもあるんで、まあ、あの手を挙げていただいたことに関してはねあの本当に大変感謝をしておりますはいということで、あのまあね、私もね、ツイッター見させていただいてるんですけれど、まあ、結構ね、今の党のね、ごたごたも結構鋭いことね、書いてもらってるし、やっぱり立花党首のね、動画しっかり見てるなっていうのはね、しっかり見て勉強してるなっていうことが、まあ、わかるので、まあ、そういう意味でもね、ちょっと今回、お話を聞かせてもらおうと思いまして、はい姫路に来させていただきましたということでございます。はい。はい、一つですか？はい、はい。大津さんの件に関して、はいはいはい、その鋭い分析してるなっておっしゃられてるんですけれどもはい、はい、おっしゃっていただいたんですけれども、はいはいはい、大津さんが初め、はいはい、選挙アドバイザーと、はい、企業なんちゃらのプロフェッショナルを連れてくるって言った時に、はいはいはい、もうその時点で大津さんと立花さんは仲直りして、はいはい、選挙アドバイザーなのその立花隆に決まっとるやんってああまあそうですよね企業のなんじゃ、はい、立て直しの頃、うん、ホリエモン周りに容器おるし、うん、何やったらホリエモンで出たらめっちゃおもろいやんけっていう風に思って、はい、絶対それやって思ってたんですけども、はい、ちょっと全然違うかったんでまあそうですねちょっとねその辺ちょっと若干残念というか若干というか結構残念というかねはいもうその、はい、大津さんの会見の時に、はいはいはい、ズコーってねいやまあ、うちのね、動向もしっかりチェックしていただいているということで、まあね、一応、うちの党のメンバーとしてはですね、まあ、党首の立花さんの動画はしっかり見て勉強するというのはですね、その必要な資質の一つでもありますけど、まあ、そこをね、クリアしていただいているので、はいまあ、私としてはね、まあ、ちょっとね、定数が多いと言いつつ、はい、候補者も多いのでなかなか厳しい戦いでもありますし、まあね、なんだかんだで維新も、ね、たくさん出してますよね、はい、みたいですね、はいはいはい、賛成と賛成、はいはい、出しすぎてね、はいまあ、逆に割れてくれたらとかねそういうのも ね, そうね、まあ、思ったりはするんですけれど噂、はいまあの偽賛成と賛成も出てます、ね、賛成と本物の賛成党は2人ですかね、あいや西村忍さんっていう方が1人、はい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 、その人は会社も経営されてて僕の仕事で行く時でも、はいはい、普通にいつも灯油買ってくれる、はいところなんで常連さんで全然人なんですね、はいはい、いい人なんですけれどもいい、ねはい、もう1人の方はよく知らないんで古物販売業、はいっていう
なんだかよく分かんない仕事で、はいはい、これを有楽舎の店長に分析してほしいんですけれども、はいはい、あのやっぱ選挙近いし、うんうん、政治職が商売ついたらまずいんで、はいはい、ちょっと避けられてるんかなっていう あったりとかするんですけども、はいはいはい、店長見とったらあれちょっと古物販売業、はい、あれ どういうもんか解説しちゃってください。お願いしますすいません、ちょっと私もあのなかなか話がついていけないんですけど、有楽舎ってあれ YouTube あの すごいですよ。40万か50万か、ね、はいはい、あの光がですよね、あ、はい、光のね、あのね、あの店長、はい、まあ、ちょっと今仲違いしたのかどうかちょっと分かんないですけど、そうなん、違いましたっけ、いや違うか、違うか、はいはい、すいません、あのそう、まあ その有楽舎の店、なるほどね、はい、はい、まあでもね、オレンジ色のポスターが今回はね掲示板見ると貼って複数貼ってあるでしたっけですよね、はい、まあ とりあえずそういうところもまあ姫路市議会議員選挙ちょっとね面白くてという若干興味もあるところなんで、まあでもね、あのぜひあの NHK 党の、まあ、方はあの、まあ、支持者の方はですね、まあ、ぜひ、谷口直哉さんへ、はい、ご投票いただければと思います、はいはい、というわけで、まあね、あのちなみに NHK については、まあ、NHK、まあ、その受信料の相談とか来ます？来ます、はいはい、あのポスター見て電話したんですけど、はいはい、っていう人が今のところ言うてもその、うんうん、僕個人のところにっていう意味では、うんうん、はい、じゃんじゃんは来ないですけれども、はいはいはい、来ます、はい、やっぱり、ね、あの選挙始まって、ね、ポスター、はい、ね、電話番号を書いたポスターを貼ると、まあ、若干 私は自身の経験からは、ね、結構あの貼った途端に結構来だしたっていうのがあったんで、はい、だから、はい、橘さんが選挙は宣伝だっていうふうにおっしゃられてて、言ってみたら、はい、選挙があったら、はい、僕候補が自腹でビラ作って、はいはいはい、勝手に自分で広告して、うんうん、で今回のその契約3倍料金とかっていうのも、はいはいはい、橘さんが一生懸命一人で言うよりも、はいはい、候補がほっとっても宣伝してくれるんで、うん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 、ああやっぱめっちゃ宣伝、うん、その なんていうんかな、あの、はいはい、選挙は宣伝になるんだなっていうふうに、うまいことするなって一石二鳥も三鳥も四鳥もって感心してます、はい、いやまあでもね、あのねポスターにもね、あの結構解説、我々の党は特に NHK 党は、まあね、はい、あの受信料払わなくても結構ですとか、はい、もうそういうことねしっかりと書いてあるので、はいはい、まあ、多分ね今回のポスターネット選挙株式会社にお世話になりますし、もう丸投げです ですよね、はいはい、なので、まあ、あのしっかりそういう解説もしてあると思います。広報も出しましたかね、選挙広報は新聞社とかが、はいはい、そういうなんか、はい、書くから相手来ましたけど、はい、その、はい、チェックしないけど出とんじゃいます？あ、まあまあそうか、まあ、ちょっと私の方でも後で、はい、チェックしていますけれど、はい、ということで、まあでもね、あのとにかく、候補者数が多いので、まあ、あの候補者出さないのはねすごいもったいないので、まあ、今回ね、しっかり、まあ、出ていただいたということで、まあ、私の方からもですね、まあ、繰り返しになりますが、はい、姫路市の皆様は、はい、谷口直哉さんへのご投票をよろしくお願いいたします。はい、というわけで終わりましょうか、はい、はい、というわけで、姫路市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。